独立行政法人国立病院機構大阪医療センターは大阪市中央区保縁坂にある独立行政法人国立病院機構運営の病院旧国立病院大阪医療センター政策医療分野におけるがん、循環器病の機関医療施設、生育医療、免疫異常、腎疾患、内分泌、代謝性疾患、感覚器疾患、骨、運動器疾患 血液、増血器疾患、肝疾患の専門医療施設であり、高度総合医療施設である。大阪府堺市町、曽根町にあった大阪第一陸軍病院が、新中軍に接収されたため、1945年9月に、旧大阪第一陸軍病院を前身として、大阪府南河内郡千代田村、大和崎戸にあった大阪陸軍養年学校後に移転。 開設し、同年12月に国立大阪病院として発足した。1947年4月に大阪市東区放園坂町に移転。1997年1月に厚生省から近畿の防災拠点病院の指定を受けた後、東京都立川市の国立病院東京災害医療センターに対する西日本の災害医療センターに位置づけられた。 2003年7月に国立療養所戦国総病院と統合し国立病院大阪医療センターに改称。翌年4月に厚生労働省から独立行政法人国立病院機構に移管され現在の独立行政法人国立病院機構大阪医療センターに改称された受診される方へお知らせ大阪医療センター 2020年7月2日閲覧。精神科専門外来。大阪医療センター。2020年7月2日閲覧。救命救急センター。2019年2時3時応寿。不応受統計。大阪医療センター。2020年7月2日閲覧。AB。大阪府医療機関情報システム。大阪府健康医療部保健医療室。保健医療企画課。 2020年7月17日閲覧。大阪府救急国事医療機関一覧令は2年7月1日、現在。大阪府健康医療部保健医療室医療対策課、救急災害医療グループ。2020年7月17日閲覧。原子力災害拠点病院及び、原子力災害医療協力機関の一覧令は2年4月1日、現在。 原子力規制委員会。2020年7月17日閲覧。病院に評価結果の情報提供。公益財団法人に本医療機能評価機構。2020年7月17日閲覧。AB 交通アクセス。大阪医療センター。2020年7月2日閲覧。救急車運転業務で偽装請負い。 大阪医療センター朝日新聞2012年3月21日。ありがとうございます。